さあ、ここからはロアッソマガジンのコーナーです。早速 J2 第21節 FC 岐阜戦のダイジェストからご覧ください。共にここ4試合勝利がないロアッソと FC 岐阜の J2 参入同期対決。前半27分、ロアッソは13番ディフェンダー大迫がシュート性のクロスを上げると、ゴールキーパーが弾いたボールを7番ディフェンダー片山、これは惜しくもポスト右に外れます。33分今度は片山のクロスに2番ミッドフィルダー黒木のヘッド、これは岐阜ゴールキーパー時久のファインセーブに阻まれます。そしてここから岐阜は一気にチャンス。パスミスのボールを処理しようと前に出たロアッソゴールキーパー畑のクリアボールを6番ミッドフィルダー高知が奪い、そのまま無人のゴールへシュート。ロアッソのミスを逃さなかった岐阜が先制します。追いつきたいロアッソは後半32分、大迫が上げたクロスのこぼれ球を途中出場19番ミッドフィルダー五稜、これも岐阜ゴールキーパー時久がセーブ、ゴールとはなりません。一方岐阜は39分、30番フォワード遠藤のゴールで2対0。さらに後半アディショナルタイムには19番ディフェンダー増山がゴールを決めて3点目。試合はアウェーの岐阜が3対0で完封勝利。ロアッソは今シーズン初の3連敗です。結果は残念なんですけども、選手たちのプレーには僕は非常によくやってくれたというふうに思っていますし、結果に対して責任を負うのはもう私自身だというふうに思っています。以上です。それでは J2 第21節を終えた時点の勝ち点と順位です。ロアッソは5勝9分け7敗勝ち点24で現在17位です。2014ロアッソ熊本ファン感謝祭 in 天群商店街キック。岐阜戦の翌日7月6日日曜、天群商店街ピアクレスアーケードで2014ロアッソ熊本ファン感謝祭が行われました。毎年行われているこのイベントは今回で5回目。今年も選手たちがファンやサポーターと交流を深めました。よく来るんですか？第3世代はよく来ているところでこういう風にやるのはロアッソスピアクレスアーケードでございます。新鮮だなと思います。今何を渡してる？あ、名刺です。なんか、はい、はい、赤白あって、こんな感じで作ってもらいました。ありがとうございます。はい、お疲れ様でございます。はい、どうも。お宮越しになります。いや、これちょっと本当地元すぎるんで、知り合いがいっぱい来てるんで、やりづらいっす。このファン感謝祭、最大のお楽しみ、それが選手全員参加のステージイベント。この日のために準備した選手たちのパフォーマンスに会場も盛り上がりました。少しも寒くないわ。芸人江頭2時50分の格好で登場した大迫選手からはファンやサポーターにまさかのサプライズ報告がありました。お前らに今日のもの大迫の君は今年結婚します。Oh!
そしてこのステージイベントで最も盛り上がったのが澤田選手ら5人の若手選手によるダンスパフォーマンス。曲は桃色クローバーの行くぜ怪盗少女。ドアッソ熊本、次のゲームは天皇杯2回戦モンテリオ山形戦。山形は現在 J2 リーグ戦8勝7分け6敗勝ち点31で8位。なお第1クールの対戦は2対1でドアッソが勝利しています。天皇杯2回戦モンテリオ山形戦は7月13日日曜、馬金よかなスタジアムで午後6時キックオフです。